さん、ようこそ国立競技場にお越しくださいました。ただいまから航空自衛隊アクロバットチームブルーインパルスによる展示飛行を行います。1964年東京オリンピック開会式において国立競技場の上空に五輪の輪を描いてから50年という歳月を経て再びブルーインパルスが帰ってまいります。会場大型ビジョン方向をご覧ください。一辺が約40メートルの雄大な三角形を形作っています。まずはデルタ体系でのご挨拶、デルタローバスです。現在ブルーインパルスにはパイロットの他に航空機の整備や管理など地上からバックアップするドルフィンキーパーと呼ばれる31名の隊員が在籍しています。進入してまいりました。会場大型ビジョン方向をご覧ください。この体系は前後左右それぞれの列が正確に維持されなければきれいな十字架とはならないため、より高度なバランス感覚が必要とされます。創造への挑戦を合言葉に、我々ブルーインパルスは
最高のパフォーマンスを披露できますよう一層の努力を続けてまいります。今後も皆様の自衛隊へのご支援ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。これでブルーインパルスの展示飛行を終了いたします。それでは皆さん、またお会いできる日を楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。